全身を映すために必要な赤紙の最小限の高さはいくらあればよいか、これを考えてみたいと思います。図を見てください。これは話が分かりやすくするために人間をこのようにして線で表しました。でここが頭頂部の頭 H で、ここが10センチ約10センチ下の目ですね。でここが足元です、 F とします。でこの人間のあらゆる点から光が当たってあらゆる方向に発散していますけれども、鏡に当たって目に入るには鏡に、この全身からの光が全て鏡に当たって目に入るわけですけれども、全身ですから頭と頭頂部と足元だけを2点を考えてみたいと思います。ですから例えば頭から出た光は鏡に当たって目に入るには1点だけですね。というのは鏡にも当たって光が反射するには反射の法則に従います。入射角と反射角が等しいというで、こう当たってここに見えるわけですね。で足元にとってはやはり鏡に当たって反射の法則に従って見えるわけです。その H から出た光、そして F から出た光が目に入るこの光線ですね、反射の光線をここで描いてみたいと思います。ここに鏡を見ますと全く同じ距離ですね、ここに対象の位置に鏡像、鏡の像ができます。こことここ同じ長さですね、こことここ同じ長さで、こことここの同じ長さです、ここも同じ長さです。ここに鏡像ができます。でそのあたかもここから足元を見るときはここから出たように光が見えますね。ですからここからこう反射して目に入るわけですけれども、あたかもこの鏡像から出た光がここに入るように見えます。あるいはこの頭頂部は頭頂部を 目で頭頂部を確かめるために確認するときはやはりあたかもここの鏡像から光が出たように、見えます。つまりこういうふうにして反射するわけですね。で実際に光が光線が進む向きはこうですね、足先だったらこういうふうにして実線でこういうふうな形で光線が目に入ります。ここの点線は鏡像からあたかもここに出たかのように見えるんですね。同じように頭頂部はこのようにしてここの鏡像から出たようにして実際の光線はこのようにして反射しております。で反射の法則に従っているわけですね。ここでのこの光線は入射角とここの反射角ですね、等しいです。でここもここですね、ここの入射角とここの反射角は等しくなっています。なぜならばそれは証明できるわけですね。なぜならばこことここは等しいですから、こことここは等しくて直角ですから直角三角形を構成しています。でこれは共通ですから、同じ共通ですからこの三角形とこの三角形は合同になるわけですね。とにかくここの角度とこの角度とここの角度が等しいと、ここの角度とこの角度が等しいというですね。ここをシータとするとここもシータです。でこことここはここは対直角でここもシータですね。でここは直角になりますから、直角にこの鏡に対して直角の方線を書いていますから、シータにするとここは90マイナスシータ、同じようにここもシータとすると90マイナスシータですね。ですから入射角と反射角が等しいと、このここの部分についても同じことが言えます。なぜならばこことここが等しくて直角になって直角三角形です。でここが共通ですから2つの三角形は合同です。ですから角度が今さっきと同じようなことが言えるわけですね。要するに光の反射の時に入射角と反射角が等しいということをここ言っています。ですからここで本題に入りたいと思いますが、頭から足先までの全身を映すためには要するにここの2つの点を考えてみましたが、必要な鏡はここですね。こことここがあればいいわけです。こことここの長さはこのこことここの長さのどれだけだかどれだけかということをちょっとこれから考えてみます。話をもっと分かりやすくするために具体的にこの人の身長を170cm とします。これから H から F の長さが 170cm ですね。鏡によってこれにして反射しますけれども、ここの頭頂部から目の高さは約10センチメートルとします。でここが目からここの足までですね、 EF は160センチメートルになります。
で、先ほども言いましたように、ここと入射角と反射角が等しいですから、しかも直角三角形でありますから、この三角も等しくて、ここが共通ですね。ですからこの三角形とこの三角形は合同になります。ですからこことここが等しいですから、ここは2で割って8センチメートルになります。ここ8センチメートルですね。で、同様に同じようにして、ここの三角形とこの三角形は、直角三角形はこの入射角と反射角が等しくて、直角三角形ですから、しかもここは共通ですから合同です。ですからこことここは半々で5センチですね。5センチずつです。ですからここは5センチメートルになります。ですから必要な最小限の鏡の高さといえば、ここからここですね。ですから5センチと8センチを加えて85センチなんだということが言えます。85センチというものはちょうど170の半分ですね。ですから必要な鏡の高さは半分だということになります。この170割るのこの80足す5ですね、85ですから2分の1になります。結論は、鏡は身長の2分の1あれば良いという結論になります。